悩み相談ね。やっぱりね、クイズ番組と同じように、まあ、クエスチョンに対してアンサーをするっていう感じでクイズは進むと思いますけども、悩み相談も、こんな悩みがあるんですっていうふうなクエスチョンに対して、それはこうすればいいですよっていうアンサーがある。もしくは、回答なくして聞いてあげるだけで人は安心するっていうね。まあ、人間ってのは誰かに聞いてもらいたいと。聞いてもらったことによって、目の前の人だけは自分の痛みを理解してくれてるなっていうふうにね、思うことによって、 急にに気が楽になるってこれは全て錯覚ではあると思いますけども人間は錯覚する生き物なのでそれから人間はね感情の生き物ですからそれでいいんだと思うんですよよくなんか討論してたらねそれは感情論じゃないですかって言うけど人間っていうのは感情論も込みで考えて判断して失敗して挑戦するものですから感情論大いにありだと思うんですよねまあ、だから下り顔でいやそれちょっと感情論じゃないですかって言,って、ね、言う人もいますけどその通りですよと堂々と言った方がいいのかなと私は思っちゃいますよね人間は感情の生き物ですから まさに人っていうのはいろんな感情をコントロールして生きてるわけでそう「カッカすんなよ」みたいなことを言うってことは実はですね相手がカッカしてないんだけども先制先を打って本当に怒り出すことを防ぐためにやってたりとかするわけですよねで気持ちはわかるんですけどもねっていうのも結局相手の気持ちをコントロールしてる感情論をコントロールしてるってことだと思うんですよ、まあ、常に交渉っていうのは理詰めでいくような気がして結局理詰めっていうのもね まあ、いろんなあの理論を構築されて自分が打つ手がなくなったなともうこれは降参するしかないなっていう感情を追い詰められた時にあなたの言うことが正しいですねっていうふうになったりじゃあこの辺で妥協しましょうかっていうような結論に導くつまりはどこまで言っても人間は感情論だと思うんですよ、まあ、これをごまかしてねそれは感情論だって言い出す人がまさに感情論で感情論だと言ってるんじゃないかなと思うところでございますねまあ感情があっていいんじゃないかなというところですねまじ、あ、にしてもね 悩みを持ってる人って悩みが消えたら次の悩みが出てくるんで終わらないそうなんですよ。で人に悩み相談しない人ってあの結局自分の悩みは自分で解決するっていうことなんですよね。まあ、そもそも A さん B さんっていうのがいて悩みを持つ人と悩みを解決する人が一体化してればいいわけでしょそしたら悩みが瞬時に消えるみたいなそんな人もいると思いますしそもそも悩みって放置しておけば勝手に消えるような気がするんですけどね。いってらっしゃい。